ラーメン鍋焼きラーメン鍋焼きラーメンとは、高知県須崎市で企画された鶏スープを土鍋で煮込んだラーメンであり、主に須崎市内のラーメン専門店や飲食店で提供される。ご当地ラーメンであることを強調する際には、須崎ラーメン、須崎鍋焼きラーメンと言われることもある。須崎市内に戦後すぐに開業した谷口食堂の店主、谷口平馬が考案した。 出前の際の保温のために、丼の代わりに、放浪鍋を使用したのが元祖であり、その後の主流となる土鍋を最初に使用したのは、谷口食堂の近所にあった、三田食堂である。谷口食堂、三田食堂、水野食堂は、須崎鍋焼きラーメンの老舗を三夜と呼ばれた。当時の値段は、約60円であり、先頭帰りの食事として流行した。また、 夜遅くまで営業していたため、若者たちのたまり場にもなっていた。野菜や親鳥の鶏ラから取られ、具材に使われる肉も親鳥の肉であるのが特徴。親鳥を使うようになったのは、谷口食堂の前に鶏を扱う店があり、無料で分けてもらっていたという事情もあった。1980年に、店主の死去に伴い、谷口食堂が閉店。元常連たちにより、 その味を独自に継承する店が多く登場する。2002年に、須崎市の名物として売り出そうと、商工会議所、市役所などの有志により、鍋焼きラーメンプロジェクト X が発足し、積極的に PR が行われるようになった。須崎市周辺のスーパーマーケットでは、家庭用の袋入り鍋焼き養成ラーメンが販売されており、高知市内や高知龍馬空港などの 土産物コーナーでは、橋本食堂の生ラーメンなどを購入することができる。また、ネット通販を含め、地方発送をしている飲食店もある。高知市などには提供する店舗が複数あり、近畿圏でも提供する店舗が少数ではあるが、誕生し、時折メディアに登場している。2013年1月26日から4月7日の間、谷口食堂の名前で、 新横浜ラーメン博物館に期間限定で出展した。須崎商工会議所が発足させた、須崎名物鍋焼きラーメンプロジェクト X では7つの定義を定めている。スープは、親鳥の鶏ガラ醤油ベースであること麺は、最面ストレートで少し固めに提供されること具は、親鳥の肉、ネギ、生卵、ちくわなどであることきは、 土鍋であることスープが沸騰した状態で提供されることたくわんが提供されることすべてに、おもてなしの心を込めることに2011年1月、現在、プロジェクト X が編集した資料には36の、須崎市内の店舗が掲載されている。これらの店舗では、共通の上りを店頭に出しているので、認識しやすい。上記2点のデザインは、 鍋焼きラーメンプロジェクト X の趣旨に賛同した柳瀬、隆史によるものである。2013年公募により、須崎市のキャラクターである新城くんが、現行のデザインに変更になった際、鍋焼きラーメンをモチーフにした帽子をかぶるデザインとなった。デザインは、橋広港である。ABCD カット鍋焼きラーメン、日本経済新聞2004年12月11日付有刊。 A.B. 須崎商工会議所の資料では50年近く守られとしている。熱々スープに親鳥の旨味が満点。高知県須崎市の鍋焼きラーメン。アットホーム。2018年4月2日閲覧。須崎市 HP 鍋焼きラーメンとは、ハット A.B.C.D. 須崎の鍋焼きラーメンの魅力 観光巡りマップ朝日ビール朝日新聞高知版2013年1月24日。ありがとうございます。